チャラリンコフック。はい、チャラリンコ。はい、皆さん、春野菜ということでね、今回これ、葉っぱです。この葉っぱ何でしょう、からし菜ですね。はい、からし菜です。最近スーパーでもね、からし菜、あと葉大根とか、菜の花がこう店頭に結構並ぶね、季節になりました。ビタミン A、B、C、カリウム、葉酸、鉄など豊富な、もうね、旬のパワー健康野菜、野草です。大根の葉っぱとかね、まあ、葉大根、菜花、そういったので、作ります。簡単に作れる、めちゃくちゃ本当に美味しい、作り置き、レシピ、作り置き常備菜、紹介していきます。で、これ、今回はからし菜を使います。これをね、100g です。これもう一回洗ってあるんですけど、軸のちょっとここだけ切り落として、ちょっとね、こう、太いところにちょっと一本包丁入れてやります。はい、これだけ、下処理。はい、で、まぁ、今回ちょっとね、漬物なんですけど、まぁ、おひたしとか和え物、ね、こういう感じの作りパターンになります。お湯、2リットルのお湯沸かします。はい、で、ここにね、塩、小さじ1杯。で、塩入れると、色鮮やかにね、なるんで、最初に塩入れます。お湯がワク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 リンコ、お湯が喜んでますね。はい、そしたらここ、茎から入れます。で、茎入れて15秒ぐらい、こう、ね、15秒。全部入れます。あ、誰か来たな。はーい。で、これで4。置いといてもらっていいですか？したらね、40秒ほど湯がいたら、茹ですぎに注意してください。ね、もう生でも食べれるね、サラダでも食べれますから、からし菜は。はい。で、これ氷水。ね、これ入れます。冷たい氷水。一気に冷たい水で締める。ね、これが青々と美味しく、茹で上げるコツです。ね、こんな感じですね。で、これをね、完全に、冷やしてから切ります。で、その間にちくわからすごくね、いい旨味が出るんですよ。で、これちょっと半分にしてこれを細く切っていく。はい、で、このね、からし菜でございます。これを、ギュッと絞って水気を切ってやって、この茎のところをね、3、4センチで、葉っぱを4センチぐらいにカット。ね、こんな感じです。すごく簡単です。はい、したらこれを、ボウルに入れます。ちくわも入れますと。ほら。で、ここにおろし生姜。ね、チューブでいいです。チューブだったら、もうほんとちょっとで、もうこんなもん、1センチ、2センチぐらい。ね、ちょっと風味を入れる感じ。で、今回はここに、じゃん、安丸だし。これね、四国で一番売れてる、安丸だしっていうだしパックなんですよ。これがね、めちゃくちゃ美味しくなります。まあ、漬物とか和え物に、この浅草だしとか、京風昆布だし、これがおすすめなんですけど、まあね、安丸だし何でもね、何使っても美味しくなりますんで、ぜひね、興味がある方は、この安丸だしの詳細はね、説明欄、コメント欄見てください。はい、これ破ってね、小さじ1杯入れます。はい。で、もし、この安丸だしじゃなくても、まあ、普通のね、和風顆粒だし、本だしとかで作っていただいてもいいですし、まあ、和風の顆粒だしだったら、まあ、小さじ1杯で。で、まあ、なら、麺つゆとか使ってもね、美味しくできます。はい。で、これ、ちょっとね、塩昆布の旨味もここに足します。一つまみ。一つまみ。二つまみ。一つまみぐらいかな。小さじで、小さじで2杯ぐらい。しっかりやれ。これがね、ちくわと塩昆布の旨味も出て、で、安丸だしとかね、入れてますから、もうね、これが箸で止まらないです。やばいっすよ。これがうまい。はい。じゃあもう作り置きもできるんで、これね、小さじ2杯。3杯ぐらいいっちゃおうかな、結構。しっかり。すりごまでもね、美味しいです。まあ、菜花とか、
まあ、からしな菜花とか結構ね、アクもあるんで、こう、ね、いろんな旨味を足してると、ほんとね、食べやすくて美味しいんですよ。あとね、密閉容器で蓋して、冷蔵庫でね、粉4度5度で、日持ち約5日間、日持ちできます。ね、ぜひ作り置きしてみてください。でも、はい、じゃあこんな感じでね、盛り付けて完成です。で、ちょっとね、1時間ぐらい置いて、1時間くらいちょっと冷蔵庫で置いて食べると、味が染みて、さらにね、美味しくなります。はい、それでは、いただきまーす。うん。はい、これね、めちゃんこウルトラスーパー美味しいです。最高。このね、からし菜のね、独特の風味というかね、味、最高です。癖になる、お酒が進む。うん。うん。これは箸が止まらない。ご飯にも合いますね。なんかね、春を食べてるって感じがします。うまいっす。これはお酒にも合うし、お茶受けにもいいね。お茶受けにもいいし、ご飯のね、おかずにもいいです。最高です。すぐなんかペロッとなくなっちゃいます。うん。まあ、抱えて食べちゃう。これいいね。うん。箸が止まんないです。うまい。うん。からし菜とちくわを使って、簡単で美味しい作り置き常備菜紹介しました。これが美味しそうやってみよう思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチッと、お願いします。それでは、また見てね。チャロリンコじゃんけん開票。はい。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。チョキ、チョリっすね。チョリです。チョベリグーのね、勝ちでーす。はい、それで、また見てね、バイバーイ。これでお湯入れて、ご飯の上にお湯これ乗せて、お湯入れて、お茶漬けもうまい。最高。チンゲンサイの簡単で一番うまい食い方、紹介するわよ。チンゲンサイ、これ2株 450g。これまず茎をちょこっと切り落として、で、葉っぱ切り落として、で、軸のところこれ、大きさにもよるけど、だいたい8等分ぐらい。6から8等分にカットする。で、流水でしっかりジャブジャブ洗っていく。この軸の間に血とかついてるので、これね、よく洗うのよ。はい、こんな感じ。そしたら、軸の方に塩小さじ2杯して、よく揉み込んで5分置くわよ。フライパンによく焼いて油温めて、で、これチンゲン菜の軸から炒めていく。で、油がしっかり回ったら、ここに葉っぱを入れて、で、炒めていく。で、かさが半分ぐらいになったところで、酒を少々。で、お湯をふたふたになるぐらい入れて、ワクワクしたら、一気にザルにあげて、はい、完成。で、ごま油ちょっと振りかけて食べる。めちゃんこれとはスープ美味しい。物足りなかったら味の素ちょっとかけてもいいけど、これかけない方が素材の味が楽しめる。美味しい。やってみるのよ。はい、お疲れ様。蜜葉ちゃんとお揚げさんで、簡単でめっちゃ美味しいおつまみ作るわよ。洗った蜜葉ちゃん3センチに切るわよ。そしたらお揚げさん2枚をパリッと焼くわよ。パリッと焼いたら横1センチ幅に切って縦に半分こにするのよ。みりん大さじ1杯をラップして600ワットで1分チンして煮切りするわよ。アスパラガスを小さじ1/2。これ詳しくはね、コメント欄とか見てください。味ぽん小さじ1。薄口醤油小さじ1/2入れて混ぜるわよ。したら、しっかりここでよく混ぜ混ぜするのよ。これ日持ちは3日、冷蔵庫で密閉容器に入れてね。蜜葉の香りがいいわよ。さっぱりしてコクあるの。これスーパー美味しい箸が止まらないのよ。やってみるのよ。高評価するのよ。